こんなにパワーが効くという。はい、フリーライターの矢田貝です。本日はですね、本田さんが行ってくれている、2021年モデルの発表撮影会に来ております。で、ちょっと特殊でして試乗会ではないんですね。残念ながら2021年に入れる予定のモデルを撮影させてくれるっていうところで、オンにもできない、エンジンもかけられない、ただしグロムはまたがりは OK ということで、後でまたがってみたいと思いますけども、新型グロムです。ですね、登場は2013年、ね、出てきたモデルなんですけども、まあ、排気量は 125cc、まあ正確には124ですけども、まあ、原付き2種というところでギア付き、珍しいですね。結構ね、出た時はギア付きのこのクラスが出るって話題に騒然したんですけども、で2016年に一度この顔をはじめとしたスタイリングがカクカクっとしたモデルになったんですけども、またですね、このちょっと丸っこい形のスタイリングに戻ったっていうのが今回のポイントですね。で、あと後日しますけど、エンジンがですね、結構秘密があるんでなかなか楽しそうなんですけど、で、まあ、まず外装からいくと、まあ、顔が丸っこくなったっていうんですけど、なんとですね、着せ替えができるらしいんですね。ちょっとこれが日本に入ってくるかどうかはまだ情報わからないですけども、タイの方では、まあ、こういうスタンダードに加えてゼッケンプレートがですね、この辺についているスクランブラー風のスタイリングと、なんとですね、ビークデザイン、くちばしが伸びててアドベンチャーツアラーっぽいなったスタイリングのモデルと、スクリーンがこう飛びて、まあ、ツーリングに行きやすそうな3車種がですね、一応発表されてるんですけども、ぜひともですね、その辺も日本で、まあ、オプションでもいいと思うんですけどね、入ったら結構楽しいんじゃないでしょうか。で、細かいところ見ていきましょう。はい、新型グロム、実車を目にするのは初めてなんですけど、やっぱりね、最大のニュースはエンジン。なんとですね、これまでの4速から5速化してます。5速ですよ、 125cc モデルで5速です。これはね、相当なニュースだと思いますね。で、エンジンにね、結構秘密があるんですね。それがボア&ストローク。まあ確かに5速化も重要なんですけど、気になるのはこのボアストロークですね。で、今回のモデルチェンジで前作のボアストロークが 52.4×57.9 だ、で圧縮比が 9.3 だったのがですね、今回から 50×63.1 で圧縮比がちょっと上がって 10.1 になってるんですね。で、このね、ボアストローク、まあ、これは 125cc のモデルなんですけども、タイの方で新登場する110のスーパーカブとストロークが一緒なんですね。ってことはエンジンを使い回してボアだけ変えて排気量を変える、で5速化っていうエンジンがですね、これからもっともっとたくさん出てくるということですね。ってことはですよ、さらにボアを広げるとどうなりますかね。今これが 125cc です。ね、もしかしたらですけど 150cc のエンジンなんてね、作れちゃうかもしれないですね。どうします、 150cc ですよ、5速ってなると、カブはですね、今度高速道路を走っちゃうわけですよ、 ETC 付き、ね、そんな時代が来るんじゃないですかね。今 CT125 ハンターカブ売れてますけど、このエンジン積んじゃったら 150cc のハンターカブですよ、欲しくなりません？はい、デザインを詳しく見てみましょう。ですね、まあ特にですね、このシルバーの方だとよくわかるんですけどね、ボルトでいかにも外れそうな感じですけど、これがガパッと取れて、これを別の側をはめるとスタイリングが変わるっていうですね、通称着せ替えっていうふうに言っちゃってますけども、なかなか楽しそうですね。点灯してもここだけ変えれば元通りと。ですね、またですね、情報がほとんどなくてですね、海外の情報を見た感じなんですけども、フレームと、の実感距離とかキャスター角とかは旧型と変わらないんで、おそらく車体に関してはほぼほぼ変わってないんじゃないかなと思うんですけども、気になるのがですね、 ABS ですね。なんとですね、このクラスに IMU が入ってるんですね。
まあ、ホンダさんでいうと C250 にも IMU が入って、いわゆるジャックナイフ防止のために IMU で ABS を制御してたっていうのがあったんですけど、どうやらですねこのグロニングのそれが入るみたいですね。おそらくこの辺に IMU のユニットが入ってるんじゃないかと思いますけど、 CB250 は確かですねこの裏側のリンクの裏側あたりに、ね、入ったんで、おそらく同じような位置に入ってると思われます。新型グロム、またがれるということなんでまたがってみましょう。ちなみにですねシート高は761mm、ただしこれは、海外のタイのねスペックなんで、日本仕様がどのぐらいになるかはちょっとまだわからないっていうことで、で重さはちなみに同じく海外仕様で103キロになってます。でまあ今までの従来モデルから1キロ軽くなってるんで104キロから103キロになってる。シート高に関しては760ミリから761ミリ、まあ1ミリ上がったと。まあこの辺はね誤差だと思いますけど、また上がってみましょう。まあベタベタです。このクラスでね足つきが悪いっていうのはないと思うんですけど、まあ膝もこんだけ曲がってかかともついて、しかもこんだけの余裕があるね。このバイクやっぱりですね体格と選ばなくて気軽に乗れていいですね。こう新型のこの着せ替えタイプなんですけど、まあいろいろ種類があって変えられるということなんですけど、これに関しては結構ねやっぱカバーがある分太めに感じますね。このぐらい、もうちょっと締められた気もしたけど、まあでもそんなにコンパクトなんで別に刺した幅の大きさではないと思います。新型グロム本当にね5速あるんですかね、試してみましょうね。はい、いきますよ。1速次2速3速4速さあ次です。ありますね5速。